はい。まあ、利権の祭典じゃなく、あの、平和の祭典のオリンピックをしてほしいですね。まあ、とにかく、まあ、ひ,まあ、ひどいもんで、まずあの、竹中平蔵のパソナの、あの、中抜きですね。あの、もう、もう利権の祭典じゃないですか。もうそれに気づいたバイト生がどん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 逃げていって、まあ、ここで、あの、二階俊彦っていう、まあ、和歌山三区の選んだ人が、 ボランティア辞めるんなら辞めさせていいじゃないか。また没収かければいいよ。なんてこと言うもんだから、さらに辞める人が加速して、で、あの、バイトに切り替えたわけですね。で、この、バイトを牛耳ってるのが、あの、パソナっていう、あの、人の顔を被った悪魔、竹中平蔵が会、会長をつかめて、あの、務めてるとこなんですけど、まあ、ここもひどいんですよ。あの、国から10万円。 そして、あの、各企業から10万円、合わせて20万円一人頭をつけて、あの、バイトには1万2000円しか配らない。つまり18万8000円を中抜きするという、まあ、とんでもない鬼だなと。とんでもない会社だなっていうか、まあ、ここしか、あの、まあ、なんていうか、受け、受け負うところがないっていう状態を作った日本政府も、まあ、相当、あの、まあ、無能な集団の集まりだとは思うんですけど、 まあ、こんなんだから、で、さらに、あの、オリンピック役員の日給ですね。最初は、あの、なんか最高1日35万円って言われてたんですよ。で、ところが、あの、あのさらになんか時間が経つと、あの、他にも30万円、20万円の、あの、日給、日給の仕事があって、それら3つを同時に兼務できると。ということを合わせて日給85万円になると。 どんな世界だと。あのー、今国民のしょ、あの、年収の平均、まあ、平均じゃないわ。中央値は360万円だそうです。ということは、月収は30万円。まあ、22日働くことを考えると、だいたい、あの、2万4千円から、日給に換算すると、2万4千円から2万5千円です。あのー、2つ以上の仕事兼務できますか できるわけないですよね。2万5千円の仕事を。ところが、オリンピック役員の人は、35万円、30万円、20万円、別の、別々の仕事を同時に兼務することができるんです。一体どんな仕事なんだと。まあ、あの、まあ、利権の祭典ですからね。金持ちの、金持ちによる、金持ちのためのオリンピックですからね。まあ、当然ですね。まあ、この金持ちのためのオリンピックするために、 もう、しょっちゅう緊急事態宣言っていうのがされてます。そうすると、ちっちゃい店とかちっちゃい企業どんどん潰れていくんですよ。だって経済回せないですもん。お金は稼げないと。お金を稼ぐことするなと。なのに、給付金くれないと。まあ、先進国ではありえないことですよね。で、あの、まあ、そんな中、あの、まあ、借金だけは無理しでさせてあげるぞ、という感じなんです。で、この借金が、今、 日本全体で1兆円超えたそうです。そして、あのー、発展途上国には4300億円僕らの税金から寄付しますと。いや別にあの、発展途上国に寄付することを反対するつもりはないんですけど、まずは、国民が納めた税金なんだから国民のために使えよと。 この4300億円で、を1兆円の借金してる人の借金棒引きに使えば、借金が5700億円に減るじゃないですか。それだけでも相当助かるんですよ。まあ、なんかあの、政府は、あの、オリンピックをコロナに勝った証にするとか言ってますけど、なんか負けた後のやけ酒みたいな感じにならなければいいですけどね。で、オリンピックを開いたときに、あの、 まあ東京の周辺の街でなんか店が潰れて、なんかシャッターが降りたまんま、もう緊急事態宣言、オリンピックの間解除してもシャッター、の、もうシャッターが降りたまんまの店もありま、ありでしょうし、まあ、パブリックビューインするから大丈夫と言うけど、パブリックビューインなんかしたら本当に、なんていうか、変異株ウイルスの祭典にもなりそうで、ちょっと怖いですよね。まあ、 ここで、あのー、財務省のアホ太郎って人だったかなが言うには、あのー、まあ、日本人平均650万円の貯蓄があると。だからこの貯蓄を切り崩してこらえてほしいと、オリンピックのために。そして貯蓄を崩して経済を回してほしいと。こいつアホだなと思いましたね、本気で。あのー、平均っていうのは、 あの、例えばあの、貯金0円の人と1300万円の人がいて、平均貯蓄は650万円なんですけど、 貯金、例えしか持ってないのに、持ってない人は、はっきり言って取り崩すお金がないじゃないですか。こういう場合は、あの、平均じゃなくて、まず中央値を考えないといけないと。そして、あの、国民の生命と財産を守るっていう、いうのが日本国憲法にある以上は、あの、最低あ、最低時の、もうほぼ貯金がない人を含めて、給付金とかも検討しないのに、しないといけないね。そういうことを全くしないと。まあ、 ま、そんな感じですね。あの、で、あの、で、自分たちは税金で会食します。あの、立法事務費、あの、ま、まあ、なんか、年間2200万円の給与の他に、あの、 月100万円の税金がかからない政務調査費、その他に立法事務費とかいうのがあって、これでなんか会食ができるんですよ。で、他にも、あの、企業とか、あの、記者団、記者団と一緒に食事に行くことがあります。この場合は記者団とか、あの、企業の人たちが、まあ、あの、食事を送ってくれます。だから、杉良太郎なんかも2回年以降とか、 いいろいろおおっててましししたよね高級会食してました、ね、そのおかげで、杉良太郎は、オリンピックイベント,のイベントに出て歌歌ったりしてましたけど、まあ、結局そういうもんなんですよ。まあ、金持ちのためのオリンピックなんですよ。まあ、アスリートのためって、まあ、それはアスリートが活躍す,する姿みたいですけど、平時ならそれでも良かったかもしれないですけど、こんな時にそんなことして、そんなことするのは相当腹,腹立たしいなと、と思ってます。 まあ大体あの、給付金だって、あの、もともと僕らの税金から出てますからね、なんかもう、もらって当たり前と僕は思ってます。大体僕の、あの、まあ年収なんですけど、総額だと、去年は267万円ですと。手取りは206万円ですと。まあその中には税金以外にも、なんかあの、要するに、健康保険とか、一応保険っていう形で取られてるのもありますけど、要するに僕は61万円。 267万円から61万円も取られてるんですよ、それはこういう時に給付金もらったって、ね、まあまあ、1回しかもらってないです、あそうですねまあ、医療事務費の5万円合わせて15万円もらってますけど、でも、他の外国だったら、アメリカだったら毎月1人15万円くれてますしね、他の国でも結構頻繁にくれてますね。 オーストラリア、しっかりニュージーランドします、日本ぐらいですよ。これだけ税金たくさん取るくせに給付金全然配らないのは。で、あのー、僕が、まあ、一番オリンピックで腹立つのは、まあ、日本人の一番悪いところ、日本人っていうか、日本のトップの一番悪いところところだと思うんですけど、自分たちのやりたいことは強引にやるくせに、その時に責任者を作らない。あの、3.11の地震の時も、あのー、 まあ、東電が一番の責任者のはずなのに、彼は何の責任も取ってないんですよ。責任が取れ取らなくていいように、いろいろいじくって、もういろいろいじくって、結局責任も取らないと。だから東電の社長は、あの、退職金10億円もらえたそうです。この10億円を、あの、もう地震で家を失って困っている人に配れよと。それぐらいの責任は取れよと。そのために、あの、 そのためになんか税金でいろいろやってもらってるのにっていうのがあるんですけど、オリンピックも一緒じゃないですか。もしパンデミックが、あの、コロナ、パンデミックが起こって、コロナウイルスが蔓延したり、まあ五輪株っていうか日本で新しい株ができた場合、誰が責任取るのと。あの、強引に進めた菅総理なのか、それともあの、東京都知事の小池、 小池知事なのか、それともなんかあの、オリンピックで大儲けしたあの、パソナの竹中平蔵なのか、それとも現通の社長なのか、とりあえず、これが起こったら、これにあ、責任を取るっていう人をはっきりさせてほしいですね。